こんにちは。アフィリエイトパーティーね、懐かしいですね。人の売り上げが気になるのは仕方がないことかなと当時はね思いますね。なんかやっぱり結局成績表じゃないですか。ビジネスをやっていて、でいくら売れたっていうのは自分がどのぐらいのことをやったのかっていう成績表だと思うんで、それにね苦痛を感じる部分があるのかもしれませんけども、私はなんか上げた売り上げが誇らしかったし、人と競争するんじゃないんだけども、1000万なら1000万、500万なら500万の取り組みがあったんだろうなと思って、それは素直に金額に変わらず、やっぱそこにはね、自分と同じ部分もあるし、自分と違うスキームがあるんだろうなと思ってね、興味をそそるところはあったかなと思いますね。そもそも苦痛なら言ってないということでございますんで、瞬間的にだったけども、ちょっと軽く憧れた場所に、ね、顔を出せてよかったなっていうところもあったし、こんなに、たくさん、稼いでる人がいるんだなと思ったらちょっと励みになりましたね。自分の周りにははっきりと稼いでる人っていうのがそれまで全然見えなかったんで、その目の前にね数十センチのところにはっきりと稼いでる人がいて、でパーティーに参加しながら売り上げが上がってるっていうところで、時代は変わったんだなって思いましたね。で、あれからずっと時間が経って、やっぱ変わらず、稼ぎ続けていて、当時とは全然ね、ちょっとこう形が変わって、今はね、会社の経費とか社員を支えるためにっていうのではないんですけども、その代わり自分が歩みをやめれば、この家は終わるなぐらいの責任感を持ってやっていかないといけないし、そう考えるとね、やっぱこう別の恐怖感がありますよね。なんか自分の能力がいきなりなくなったらどうしようみたいなね。だからちょっと侮れないっていうかね、急になんかこう稼げなくなったらどうしようとかね、そういうのはありますね。なんかね、だからその恐怖がなんかこう新しい勇気をくれるんじゃないかなとも思いますし、片っぽではじゃあ100万売ろうかなと思ったら100万売る設計図はすぐできるんですよね。でやればそうなるみたいなところがあって、だからこそ余計にこれがそうならなくなったらどうすんのかなとかね、月収15万とかなんか面接受けてできるかなとか思っちゃうところありますね。でも正直にやれば正直な結果が出るのかなというところはまだ思うところがあって、気抜いた時に転落するんじゃないかなとかね、今のところ毎日毎日シビアに自分なりにね、サラリーマンとは違った脳みそ使ってるかなと。まさに自分で集客して自分で商品作って自分でセールしないといけないんで、自分以外のところからお金が生まれないっていうかね、当たり前のことなのかもしれませんけども、前も言ったけど会社をやってる時ってダメなことを人のせいにできちゃったりするんですよね。それはちょっと自分の油断につながるんで、じゃあ本当に一人になって楽になった時に突き抜けられるのかなと、今のところはなんかうまくいってますけども、じゃあこれからどうかなとか思ってね、なんか別の、なんかこう不安は襲うかなってところですかね。たまに外すじゃないですか。今のところ私は外したことはないんですけども、でもねプロモーションしたけども反応がなかったみたいなのは必ずあると思うんですよ。でその時に経験したことのないような反応のなさとか空振りとかに、どのぐらい耐えれるかなっていう、眉間の我の挑戦みたいなものがありますけども、その時はどうなるんでしょうかということでございます。ということでね、侮るべからずですね、もう全ては、侮らないこと、ブランディングか、そうね、ブランドね、自分にそこそこのブランドをつけていくってとこじゃないですか。オウンドメディアの時代ですからね、検索して探していただけるような、そんな自分になっていたいなというところでございます。侮るべからず、いってらっしゃい。